カナさんはまだ怖い目で私を見るんですねまあ無理もないですけどこんな真っ黒な腹の内を見せたんですからいやそんなことはどうでもいいゆかりが一筋縄ではいかないやつだということくらいとっくにわかっているだがなゆかり気づいているのか今のゆかりは とてても辛そうな顔をしているぞだがなゆかり気づいているのかえ私はむしろ納得しているんだ最近のゆかりが見せていたしるべ先生への不信そこにきちんと筋の通った理由があったのだから <laughs> ゆかりがただ意味もなく不義理を働くようなやつじゃないと分かって。 ホッとしているしかし同時に心配になってきてな別に心配することなんか自分自身の感情に引き裂かれそうになっていないかしるべ先生を疑うそぶりを見せながらも渋谷に来てからは曖昧な態度を取り続けてきたのは。 揺れてしるべ先生や聖泉女学院を信じたいという気持ちと信じられないという気持ちがせめぎ合っているからだろうそんなこと何度も言ってますけど私が信じてるのは先生だけですからいや嘘だゆかりは先生への疑惑も拭いきれていない。 口では聖戦女学院と先生は別だとごまかしているが、本当の心はそう言っていない。だから、そんなにつらそうな顔をしているんだ。<laughs> ゆかりは嘘や隠し事がうまい。正直、つらい過去があったなんて、今まで全く察せなかった。だが、自分に対して嘘をつける人間は、なかなかいない。当然だ。 自分の本音は隠せないのだから生鮮女学院を疑うということはすなわち先生を疑うことになるいくら言い訳を重ねても根はそらせない違う先生は先生だけは違うだって違っていてくれないと私 願望になっているぞ <laughs> そんなの私だって疑いたくないでもでもゆかりは頭が良すぎる視野が広すぎるんだえ時にはバカになることも大切だぞ冷静に状況を把握していろいろな情報をもとに結論を出す そんななな視野の広さいらないいらじゃないかまあ一本気すぎる私が言っても説得力に欠けるかもしれないがだが今回ばかりは私が正しいぞ一度決めた道なら貫け盲目的でもいいただひたすらに信じて突き進め先生が好きだ信じるそう決めたならふらついてる暇などない己のの選択と心中せよ 自分の選択と心中でもそんなことして裏切られたらそれは自分の責任だ大いに後悔して泣けばいい安心しろここには一緒に心中してくれる仲間がいるたとえ選択を誤っても致命傷になどならない私たちがさせない だからゆかりは自分の心に正直に信じたいと思った相手を信じろこんな風に誰かにお説教されたの初めてかもすすまない私としたことがつい熱くなってだがゆかりが苦しんでいるなら助けにと。 分 <laughs> かってますよ佳奈さんありがとうございますでもそうか自分の選択と心中するそんな考え方もあるんですねう,うん人生は幾多の選択の結果に形作られるそれらの選択は不可逆で どれが正解でどれが不正解かなんてわからないだから今その瞬間の自分が最も素直に選べる道を選べそしてその選択と心中せよんっとまあ父上の受け売りなんだがなでもそうでした本当は私も先生を堅くなに信じたかっただから。 こんんなにも胸が痛かったんですね阿久津闇を倒して、しるべ先生を助けましょう。私、先生を、聖戦女学院を、全身全霊で信じます。